え、これ国道175じゃないの？出た、ぬくみストレート。なのかね。すごい勢いで。よし。157続行してみよう。まあ、国道はもうほぼここでおしまいだと思うんだけど、よいしょ、こっち側もね、紅葉がすごいという話を聞いたんで、うわー、やっぱすごい。うわぁ、すげぇ。このぬくみ峠、冬季はですね、通行止めになってしまうので、まあ、紅葉の見頃といっても本当に今しかない、そういった感じでした。ダメだ、置けない。どうしてバイクが置けないとこばっか。でもこの RS が良くないんだよな。スタンドが。このバイクですね、スタンドが非常にこう立っている状態でして、ちょっとした傾斜でバイクを立てようとするとですね、起き上がってしまうというか、まあもう反対側に倒れてしまうぐらいですね、角度がついてないんで、まあ、オーナーさんも結構、いろいろ苦労してるみたいです。なんで福井川こんなに荒れてんの？しかもコンクリートじゃん。アスファルトじゃないよ。あ、一部アスファルト。あれ？何これ？国道でしょ？ちゃんと国の基準でメンテしてよ。この標高 1000m のぬくみ峠を越えるとですね、そこがちょうど県境になっておりまして、福井と岐阜の、県境なんですが、福井側に行った途端ですね、やっぱり道が急に悪くなっているという、そんな印象があって、岐阜側はですね結構綺麗に整備をされていますし、看板もね岐阜側にいっぱい載ってたんですが、それが福井側の方のですね、看板から見るとですね、あまり看板もなんかおざなりっていうような感じでした。ちょっとあんま荒れた道走りたくないね、このタイヤで。まあ、先
ほど八百津ダートを走ってきた後にですね、自分のリアタイヤを見たらですね、もう溝がなくなっている上にちょっとカーカスも見えてしまってるぐらいですね、いやこれはやばいと思って、あまり荒れた道を走るとバーストしてしまうという心配があるものですから、なるだけね慎重に、いい道だけを選んで走っているわけですけども、実はこのですね157号、今年の2020年のですね5月までは通行止めだったらしいですね、工事していた跡があって、で、まあ、今年のですね2020年の6月とか7月ぐらいにようやく全線開通ができるようになったみたいな感じですね。まあ、それまでの間やっぱり崖崩れであったりですとか、まあ、道路途中ね、ガードレールがないところもあったように、崩壊していたりですとかね、まあ、本当にひどいありさまだったわけですよ。ですからこれを通り抜けてね、岐阜側から福井まで行くっていうことができなかったわけなんですよね。もう幸いにも私がですねこの、ちょうど紅葉のいい時期にですね、この157を通れたというのは非常に良かったことだと思いますし、また路面もね、ちょうど改修されたばかりということもあって綺麗に、な状態で走れるというのが非常に良かったと思います。でも一旦渡って向こうだもんな。出た、ぬくみストレート。誰が名付けたかぬくみストレート。もうずっとまっすぐなんだよね。誰が名付けたか分かりませんが、まさしくぬくみストレートというですね、呼ばれる道路になってまして、本当に一直線、こんなですね山奥にまっすぐなストレートがあるわけですけども、まあこれがですね一つ名称にもなっているわけですね。うわぁ、ほんとまっすぐ、よいしょ、鹿でも飛び出してこない限りほんとひたすらまっすぐ。おお、素晴らしい。何メートルあるんだろう、確実に400超えてるよね、400メートル以上ありそうな。はい、ここまでか。ぬくみストレートが終わってもまだこのようにですね平坦な地形は続いておりますが、相変わらず狭い道ですのでこのようにすれ違いが危険。もう車もすれ違いがバイクだといっぱいいっぱいだね、これで溝に落ちるわけにいかないしね。クラファイ峠で溝に落ちた時にはビビったけど、本当どうしようかと思ったもん。この辺昔はですねやっぱある程度集落農村があったわけなんですけども、やはりだんだんですね、まあ、降雪であったりとか風水害、あとはダムの建設などの影響があってですね廃村になってしまったようです。あ、こちら側はなんかその落ちたら死ぬ的なところがないんで、まあ、比較的喋りながらよそ見しながら、よそ見ってほどでもないけど景色見ながら走れるけど、いやー、あの狭い落ちたら吸い抜く感は確かにやばい。本当にだって断崖絶壁だもんね。この157号はですね主に国道、ひどい道の方の国道は岐阜県側にほぼ固まっておりまして、福井の方面におりますと、まあそれほどひどい、とかね、狭いとか崖があるとかそういうような国道感は非常に薄いんですけども、まあ、その分ですね緑豊かというかですね本当の山奥の中なので、人工物らしきものはほとんど見られないわけですね。まあ道路は人工物かもしれませんけども、まあ、そういった中はちょこっとこう出てきて道を改修する様子なんかも見えているので、まだまだ交通需要は見えてるのかなと思いますし、まあ、この特にこの紅葉シーズンですね、冬季通行止めになる直前のこの道路は非常にね
いい景色だと思いますので、この間の観光にはぜひとも使ってみたいですね。おお、なんか道路がまともになった。2車線、久しぶりのセンターライン。よう、元気だった？いやー、もうそこ抜けたら回送路だね。はい、この狭い国道区間をですね、抜けますと、こう2車線が久しぶりに現れてきます。そしてね、まあ、トンネルなんかも出てくるって、まあ、ちょっと近代的な設備が整ってきたかなっていうような、そんな道路になってきたわけですけども、まあ、なんでフロントがね、こういう、まあ、国道と呼ばれる、まあ、ひどい道を選んで走るか、まあ、時々お話はしていますけども、やはりあの秘境感っていうんですかね、こういう山奥にある、まあ、道路っていうものは、まあ、なかなか用事がないと通ることもないでしょうし、またあのこの、まあ、四季折々というですね、自然が非常にあの綺麗だったりするわけですよ。でやっぱりあの高いところを走ったりですとか、まあ、それこそ崖なんかがあったりするわけで、まあ、絶景と呼ばれるところもねあったりするわけ でなおかつ観光地化されてないということもあってですね、非常にあの走りやすいというか走りごたえのあるという道路が多いものなので、まあ、それで、まあ、よく俗に言う日本の三大国道と言われました、与作、四国の与作と、三重でしたっけ、425、そして、ここの、まあ、岐阜から福井にかけての418、これは一度走ってみたいなというふうに思ってたわけです。でこの418もですね、もうしばらくしますと、重複路線が終わるわけですけども、まだしばらく157は続きます。おお、ここ砂かよ、怖えな。はい、片側相互通行のですね、停止位置に、まあ、信号の手前ですけども、ちょうど砂がまかれておりまして、 ABS 全開でガリガリと聞いてしまったんでちょっとびっくりしましたが、まあ難なく止まれまして、国道区間もね、まだまだもう終わってしまったもんですけども、ここからはですね、もう本当に大野市街地へ向けて、走っているところではあります。ですから、まあ、路面的にももう全然あの悪路というところはないですね。はい、そして道路はですね、2車線の、見通しのいい道路がしばらく続いておりまして、まあ、前方にはちょっとバイクが1台いるんですけども、ほとんど交通量がないですね。山あいの道を走っているわけですが、ここはですね、真名川という川をですね、沿って走っていける道になっております。でこの真名川というのがですね、もっと先に行きますと湖になっておりまして、真名姫伝説というですね、この地に伝わる伝説がありまして、その伝説に、ちなんで、真名姫湖というですね、ダムの名称、あそこの湖ですねをつけられたようです。この真名姫伝説はですね、干ばつからですね、農民を守るために、川の神である竜にですね、生贄になった女性の名前を取ったという、話から来てます。真名川ダム、トイレがあるからトイレ借りようかな。すごい、バイクでくれよかった。
すごい高さまで上がってる。うわ、こういう感じですよ。はい、マナカワダウル、マナカワダム、マナカワダムでした。ちょうどね、放水してるんだかなんだか、あの下の方から吹き上がってたね。はい、じゃ100、また157号に戻ります。そして再びですね、国道1号7を、北上しまして、福井県の大野市市街地にですね向けて走っているわけですけども、まあ、もうだんだんとですね、この山が、こう山の奥がですねだんだんこう見えてきた、街っぽくなってきた、そんな感じもしましたけども、まあ、だんだんそうですね、対向車なんかも、見えるようになりまして、あ、意外と交通量があるところ来たかなって、そんな感じになりましたね。このですね、まあ、157号のですね、まあ、長いこの山あいというか、山、本当にあの山奥の谷の中をですね、進んできたわけですけども、ここへ来てですね、人工物、家屋とかそういったものが見られるようになりまして、やっと街中来たって感じが、しました。でやっぱりなんかほっとしますね、こういうあの人が住んでいるという証を見るというね。でやっぱ福井県の中に入ってきますと、やっぱりこうの、田園地帯というんですかね、がちょうどですね夕焼けに染まって、なかなか綺麗な様子を見せてくれたものですから、ちょっと寄り道をして、写真撮影なんかもしてみたわけですけど、もうかなり日が傾いてきております。これゴンドラ？このゴンドラはスキー場かなんかでね使われるようなゴンドラなのかなと思って、民家に置いてあったのでちょっと気になりましたけども、まああのこのね、本当の田園地帯、もう農村っていうところもあるんでしょうけど、普通の民家っていうような感じの、街中だったものですから、まああのあとはですね、終点へ向けてひたすら走っていくわけですけども、でこの、157-418の重複路線というのはですね、この福井県内で、一旦終わるわけなんですが、418の終点自身は、金沢、石川県の金沢の方になるものですから、まだまだ先は長いわけですけども、まあ、一旦ですね、この157の終点まで行ってみようかなと思っております。はい、とりあえずですね、国道157号418、まあ三大国道とりあえず全部走ったということでですね、まあ今日のツーリングは終わりにさせていただこうかと思います。いや動画としてはね、ちょっと長い動画になりそうだけども、まあすごいいい景色だったし、まあ国道と言われるだけのことはあるぞっていうようなね、あの秘境感もすごくありました。はい、まあ、ね、
国道が好きなわけではないんだけども、まあ秘境とかね、峠とか、そういったところにはすごく興味があるフロントですので、またですね、何らかしらの企画を立てて、動画をお届けできたらと思います。ではちょっと日も陰ってきましたので、皆さんとはこの辺でお別れしたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。さようなら、バイバイ。ここが157の終点らしいですね。明治という交差点、158と交差点、交差してですね、ここから道がなくなるみたいです。はい、とりあえず157制覇しました。走破しました。よいしょ。はい。はい、ここがですね、国道21号線になりまして、この赤根部本郷か、赤根部本郷の交差点、ここがですね、国道157号の起点となってます。はい、ここからですね、はい、こちら側が国道157号、あのですね、落ちたら死ぬぞ。峠のある、157号です。とてもそんな風に思います。中野中通り、はい、とりあえず看板にね、ここ157って書いてあるんでね、これが157号ってことでいいでしょう。はい、こう走っていくと福井まで行けるということです。福井の19号が終点。